楽天モバイル最強プラン、むしろ繋がりにくくなるじゃん。だそれを最強プランって言っちゃってるのは僕はちょっとどうかなと。そこは、ちょっと誇大広告なんじゃないの？ホリエモンの要点まとめチャンネル。楽天モバイルどうなんだという話なんですけれども、4月から6月期において楽天モバイルの、契約者20万人増加しておりますが、楽天最強プランリリース後の増加10万件、だそうです。そのうち法人が4万件で個人が6万件だったかな。まあ、とにかく大して伸びてないと。まあ、それはわかりますよね。だって。だから10万伸びて4万減るとかなんか多分そんな感じらしいんですよね。それはまあ僕らもホリエモバイルとかやってるんで、モバイル業界の詳しい人たちいっぱいいるんで、聞いたら、いや、そらそうですよと。楽天モバイル最強プランですって言って、契約したら全然繋がんないじゃないですかと。この YouTube チャンネルでも何回も言ってますけれども、楽天モバイル最強プランは、使いたい放題ではあるんですけれども、au のプラチナバンドの 800MHz 帯だけを、ローミングで借りてるだけなので、キャリアアグリゲーション、つまり楽天が持ってる 1.7GHz 帯と、その au から借りてる 800MHz 帯を合体させることもできないし、それ以外の帯域も使えてない 3GHz 帯とか 900MHz とか、他のキャリアは結構持ってるんですけれども、それのキャリアアグリゲーションもできてないということで、MVNO より繋がりにくくなってると。いや、確かに MVNO と違って楽天最強プランは無制限ですが、無制限っつっても、僕だって月100ギガ使わないですよ。僕は多分めちゃくちゃヘビーユーザーだと思いますけど、それでも月100ギガ使わないですからね。よっぽどのことがない限り100ギガとか、僕レベルで100ギガ使わないってことは、そんな100ギガ以上使うやつなんです。多くて数パーセントですよ。だから、つながりにくさと、大容量使えますって、どっちが大事って話なんですよね。だいたい月いくら使ってんのかって見れるじゃないですか、数値を。じゃあ俺は30ギガしか使ってないなと思ったら、30ギガのプランに入ればいいわけですよ。20ギガしか使ってなかったらホリエモバイルでいいわけですよ。そしたら月3000円で済むわけじゃないですか。で、ドコモのね、MVNO なんで、ドコモと繋がりやすさ一緒なんですよ。だからホリエモバイルでいいじゃんっていう話になるわけですよ。楽天モバイル最強プラン、むしろ繋がりにくくなるじゃんっていう話なんですよ。これ合理的な話なんですよ。だからそれを最強プランって言っちゃってるのは僕はちょっとどうかなと。そこは、ちょっと誇大広告なんじゃないのっていうふうに、あれを最強プランって言っちゃうの、まあ、それは楽天対比最強プランって言うんだったら、まあ別にないことはないかなと思いますけど、ドコモとかソフトバンクとか au と比べて最強プランっていうのは、ちょっと誇大広告なんじゃないのって思っちゃいますね。なので、まあそこも含めてなんですけれども、まあなかなか、それで伸ばしていくっていうのは難しいんじゃないかなと思っております。